はい、こんにちは。パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、コンガ編。今回はコンガの構え方とストロークについて解説していきます。はい、前回コンガのチューニングまでやりましたので、今回から実際に叩いていきたいと思うんですけれども、まずコンガっていう楽器は結構パーカッションの中でもサイズが大きいですよね。で、革も結構厚いので、鳴らすのに相当なエネルギーが必要になります。で、力でですね、おりゃーと。叩いてやってもいいんですけれども、例えばライブで1時間ステージをやるとかになったらですね、もう体の方が持たなくなっちゃうんですね。で、変に力が入ってると、もう手首とか肩とか、もう体を痛めかねないので、なるべく楽にですね、効率よくコンガを鳴らす方法で、まあ構え方と腕の振り方ですね、ストロークっていうのを考えていきたいと思います。はい、ではまずは構え方からやっていきましょう。で、構えるにあたってですね、まず最初に必要なのが椅子ですね、椅子。高さが調整できるもの。ドラムスローンかピアノ椅子が、ベストだと思います。この椅子の高さを調整して、まあ自分の高さとコンガのダメンの高さをですね、まあいい位置に最適化するんですけれども、この椅子がどうしても高さが調整できない場合は、このコンガの方を何か下に、こういう板などを敷いて高くして、調整してあげてください。で、椅子に対して、まっすぐ自分の重心が乗るように座りましたら、まずはですね、トラディショナルな吸盤スタイルの場合をやってみます。コンガを思いっきり、自分の近くまで寄せて、足で、こう、丸くですね、コンガを包み込んであげます。で、少し座面をこのように傾けて構えます。横から見ると、なるべく自分の体に寄せて、足で包んであげて、座面を傾けます。で、モダンなスタイルの場合ですね、マルチパーカッションでいろいろ置いてるとか、足で何かカウベルとかタンバリンとか踏みたいという場合はですね、まあ普通にコンガを置いて、ちょうどいい位置に調整します。大体ですね、自分の体から15センチから20センチぐらい、自分の拳2個分の、距離がちょうどいいのではないかなと思います。大体これぐらいですね。で、まあ、このように構えると。で、コンガのダメンに自然に手のひらを置いたときに、大体肘から手のひらの先までが一直線になるように椅子の高さを調整します。今ちょうどいい感じなんですけれども、これは例えば椅子が低かった場合は、まあ、このように下がってしまいますし、椅子が高かった場合はですね、このように角度がついてしまいます。で、今後をはじめほとんどの太鼓っていうのは、まあ、筒状のものに革が張ってあると思うんですけれども、この筒に対してですね、まっすぐ、こう垂直に、エネルギーを送ってあげたときに一番効率よくなってくれます。なので、こう、肘が低かったり、高かったりしたときにですね、こう、エネルギーの方向が、まっすぐ、この筒に入らないわけですね。なので、一番効率いいのは、この肘から手のひら、ないし、座面まではですね、大体もう、一直線上にあって、こう、腕を振り下ろしたときに、ストレートに、エネルギーが伝わる高さということになります。特に注意していただきたいのが、肘が低い場合ですね。肘が低いと、こうコンガを叩いた時に自然と、この手首も低く落ちてしまうんですね。今こう、くぼんでいるのがわかりますかね？この座面に対して。で、この状態で叩き続けると、このエネルギーっていうか、ストレスがここに集中してかかり続けるので、これが実はですね、腱鞘炎とか手首を故障する原因のナンバーワンになります。で、僕も実はこれで昔腱鞘炎になってますので、本当に気をつけた方がいいです。こう、くぼんだ状態ではなくて、ちゃんと高さを調整して、こう、まっすぐになっている状態ですね。はい、続きまして、ストロークやっていきましょう。先ほども言いました通り、この太鼓に対してですね、まっすぐ、垂直にエネルギーを伝えたいので、この座面から、まあ、腕をまっすぐ上に振り上げて、
特に叩こうとはせずですね、この腕の重さと重力に、あとは任せて、この打面に対して落とすだけです。これだけ。で、初めのうちはこの落とすっていう感覚がですね、意外とわからなかったり、この打面に手が当たって、痛かったりするので、まずはコンガを、置いておいて、こう腕を振り上げて、自分の太ももに腕を落としてみましょう。できるだけ楽に効率よくですね、大きいエネルギーを伝えてあげるストロークにはコツがありまして、ただ振り上げて振り下ろすだけではダメなんですね。よく言われるのはですね、こう腕全体がムチのようにしなる状態にして、体の中心からこうエネルギーを送ってあげてこう伝えると。程よくこう力が抜けた状態でやりたいので、まだちょっと肩を回しましょうか。内回し外回しぐるぐると回して、適度にですね、この肩から腕がしなる状態にして、まあだらーんと膝の上に手を置きます。そうしましたら、だいたいこの腕の肘ら辺にですね、こう操り人形のように糸がつけられていて、この糸をですね、上にグググッと持ち上げられてると想像します。ググ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 グッと、で肩の位置ぐらいまで、まあ、持ち上げられたら、これを一気に離して、腕を自由落下させます。もう一回やりますね。この肘をグググググッと誰かに、ああ持ち上げられてる持ち上げられてる、このあたりで離す。横から見ますと、肘をぐっと持ち上げられて離す。左右自然な速さでやりますと、こんな感じです。で、これっていうのは単純な腕の上下運動だけではなくて、ちょっとですね、ひねってると言いますか、回転運動も入ってるんですね。で、この感覚がつかめますと、大きいストロークの時はもちろんですね、小さいストロークになっても、まあ、効率よくエネルギーが伝えられるので、まあ、楽に鳴らせるようになります。はい、ではこのストロークが、まあ、なんとなくですね、できるようになりましたら、だんだんこう、コンガを近づけていきましょう。はじめはこう、まあ、ももを叩いてるんですけどもですね、だんだんこの打面を近づけていって、だんだんこの打面、外側から内側に近づけていきます。はじめのうちはこの手の当たる位置とか音色とかは気にしなくていいので、とにかくですね、腕をまっすぐ垂直に落としてエネルギーを太鼓に伝えてあげるっていう感覚を身につけてください。はい、初めのうちはですね、おそらくこの手のひらがめちゃくちゃ痛くなると思いますので、あまり無理せずやってください。で、この腕を振り下ろして腕の重さとエネルギーを太鼓に伝えるという感覚がつかめれば OK です。はい、今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。このストロークの感覚っていうのがですね、まあめちゃくちゃ重要なところなんですけれども、まあ初めてやる方にはちょっと分かりづらい難しいところかと思いますので、何か
わからない点や質問などありましたらですね、まあ、お気軽にコメントいただければと思います。で、このストロークの感覚さえ身につけてしまえば、あとはですね、まあ、こうストロークして、座面に手のどの部分が当たるかっていう、違いで音色を変えるっていうだけなので、まあ、こんな感じで使い分けるわけですね。で、この音色についてはまた次回以降一つずつやっていきましょう。はい、こんな感じでパーカッションの情報発信やレッスンを行っておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また。